当学科は組織制御工学、組織制御工学、機能制御工学、環境材料工学、物性制御工学、材料プロセス工学、材料成形加工学、計算材料学、鉄鋼材料工学、バイオ材料工学の10研究分野から成り立っており、材料の基礎から応用に至るまで物理学、化学を基礎にして原子レベルの材料デバイスから巨大構造物まで材料の多様な分野を幅広く学びます。はい、私たちの学科には3つの大きな特徴があります。1つ目は自動車、機械、建築、土木など多くの産業の基盤を支える各種材料に関する教育研究をしています。私たちの学科では金属材料を中心とした各種無機材料に関する専門知識と設計技術を学ぶことができます。また都市デザイン学部では防災・減災が一つの大きなテーマです。その実現のために社会インフラを支える強度を持った材料の開発を目指し、教員と学生が力を合わせて日々研究を行っています。2つ目は富山の重要な基幹産業としてアルミ産業があります。環境保全、地球温暖化防止のためには航空機、鉄道車両、自動車などの軽量化が近年重要な課題となっています。金属の中でアルミニウムには軽いという優れた特徴があります。その特徴を生かし工業材料として進化させるため、さらに軽くて強いハイパーアルミの研究をしています。3つ目は金属材料を学べる大学は全国でも数少なく、私たちの学科は北陸では唯一の材料系学科という点です。鉄鋼、アルミニウムをはじめとする素材産業からのニーズを受けて新たな材料開発の研究に取り組んでいます。金属はあらゆる産業と関係があります。最先端の材料に関わる教育と研究を通じて社会で幅広く活躍する人材を育成しています。一年次では教養科目、専門基礎科目、学部共通科目、2年次では専門基礎科目、学部共通科目、専門科目、3年次では発展的専門科目を履修していきます。4年次では幅広い分野から研究室を選択し、個別の研究テーマについて指導教員の指導や助言を受けながら卒業研究を行います。当学科の教育プログラムは日本技術者認定機構ジャビーにより認定された技術者教育プログラムで、このプログラムの修了生は国家資格である技術士の一次試験が免除されます。卒業証書とは別にジャビー認定証が授与され、卒業後修復技術者として認定されます。その他各種国家資格、民間資格が取得可能となっています。これまで示した工学教育に加えて国際交流も盛んに行われています。国内外9カ国の学術交流協定校と共同して国際会議の開催、学生の派遣や受け入れを行うなど、海外研究者による講義や研究指導にも取り組んでいます。材料デザイン工学科では物理学や化学の専門知識を高めたい、新素材や新機能材料の開発をしたい、新しい自動車、航空、宇宙、鉄道用材料を作りたい、一流会社でエンジニアとして活躍したいなど、材料に関するさまざまなことに興味がある学生を求めています。自分はアルミニウム合金に興味を持っており、合金材料の基礎から応用までの
幅広く学べるからです。自分に興味を持っているアルミニウム合金に関しての専門知識を身につけました。で、自分の将来の仕事に役に立つと思っています。自分が一番面白いなって思った教科は循環資源材料工学という授業になります。金属材料とその環境という分野をリンクさせた科目で、詳しく言うと腐食防食ということについて学んでいました。やはりその自分はそのものづくりといったらその部品であったりそういったものを組み立てたりっていうことしか自分の中では考えてなかったんですけども、そのものづくりの中にも製造であったり、例えば材料であったり、いろんな関わり方、ものづくりに対していろんな関わり方があるっていうことを学ばせてもらいました。材料デザイン工学科を卒業する学生は、自動車、鉄鋼、非鉄金属、半導体、精密機械メーカーなどの製造業、化学プラントの設計施工、土木建設分野などでの活躍が期待されます。ジャビーを生かして技術士として活躍できるほか、最近は学部卒業者のおよそ半数が大学院に進学し、より高度な工学を学んでいます。それでは材料デザイン工学科の入試について説明します。まず募集人員について説明します。材料デザイン工学科の募集人員は60名です。その内訳は、一般選抜の前期日程 A 方式20名、 B 方式20名、後期日程13名、総合型選抜3名、学校推薦型選抜4名、そして帰国生徒選抜、社会人選抜、若干名となります。このほかに高等専門学校修了者の方などが対象となる3年次編入学試験があります。次に選抜方法ごとの試験内容の違いを説明します。入学者選抜方法の欄をご覧ください。総合型選抜では、書類審査である第一次審査、面接形式の第二次選抜、そして大学入学共通テストの3種類の選抜をもって判定します。学校推薦型選抜では、大学入学共通テストを免除し、推薦書、調査書、志願理由書、小論文、および面接の結果を総合して判定します。帰国生徒選抜および社会人選抜は、大学入学共通テストを免除し、書類審査、小論文および面接の結果を総合して判定します。一般選抜は大学入学共通テストおよび個別学力検査の合計点によって合否判定を行います。最後に入試のスケジュールを説明します。図をご覧ください。3年次編入学試験が6月にあり、9月末に総合型選抜の第1次選抜、10月中旬に総合型選抜の第2次選抜と続き、11月下旬に学校推薦型選抜、帰国生徒選抜および社会人選抜が実施されます。大学入学共通テストは1月に実施され、2月下旬に前期日程、3月の後期日程と続きます。なお、試験実施日の正確な情報など、詳しくは富山大学ウェブサイト、および学生募集要項をご確認ください。以上で材料デザイン工学科の入試についての説明を終わります。材料デザイン工学科で学びたいという熱意のある方をお待ちしています。